注意。看完这视频以后，一定要看日本雅思。動いたらだいぶ怖いよ。おお。あ、どうしたことだ。山下さん、これ何買ったんですか。これ、シマウマがあまりも遅かったので、新しい乗り物を買いました。乗り物、デザインはこれ、ピカチュウですか。まあ、どんなのを買ったかっていうとね、今回ビルランタンです。実は、この前にキティちゃんを買ったんですけど、キティちゃんの電動車を買ったんですけども、見た目がもう目が離れてて、もう目が光って化け物みたいなキティちゃん、これだと買ったんですけど、来たやつがね、めちゃめちゃ可愛いっていう。可愛いちゃう。もう僕もだからもう帰って文句言いますよね。写真より可愛いってどれくらい。可愛いから。こんな可愛いキティちゃんいらない、返すって言って。なんで？こうな。だからね、今回はね、万全を期したんですよ。今回のピカチュウはめっちゃ可愛い。今回買ったね、ピカチュウはね、こちらです。いい顔してるでしょ。四足歩行ですもんね、これ。そうで、今回ちゃんと聞いたんですよ。本当に写真のものと同じものがあるのかって言ったら、いや、任せろって。で、出てきたのが、こちらです。赤い方の。今ピンクのしかないって言われて、やっぱピカチュウは黄色だろうと思って、黄色にしたんですけれども、黄色を、ないから作るって言って。だから、きっと、これと同じピカチュウが中にいるはずなんです。なるほど、はい、じゃあ早速開けてみましょう。開けてみましょう、はい、じゃあ開けていきたいです。はい、ここほどける。あれ、おお。ピカチュウってこんな色だったっけ。やたらオレンジだ。あ、尻尾がまた尻尾ってこうなってなかったっけ。確かに稲妻になってない。いやね、尻尾ね。ちょっと半分出ました。足の部分もなんか露骨になってる。すごい露骨になってるですね。あれ、ちょっと待って、なんか落ちてきた。なんかあのパウダーが、ふりかけが落ちてきましたよ。これ、予想以上にこれ衝撃的な顔。うわ、気持ち悪い。皆さん、はい、じゃあピカチュウって呼んでみてください。せーの、ピカチュウ。空気が。俺もほら鼻毛大丈夫。すげえ抜けるんだよこれ。大丈夫かなこれ。あ、ほらもう口毛も抜ける。口毛も抜けちゃう。あ、でもここ控えますよ。あ、フランス国旗。ファーグ王だ。そう、ファーグ王ですねこれ。同じ。いいですね。そう、似合ってます。ポケモンマスターだ。本当？うん。すみません、ちょっと今決めてる。
ピカチュウゲットだぜいつもいつでも動く行くなんて保証はどこにもないけどそりゃそうじゃかわいいなこのピカチュウなんかこれ一部のこれあの男性の願望ですよねこれ。ないよこれ。これなんか電源だからさ、電源のオンオフが分かんねえんだよどっちか。あります。ここにある。うん。でもこれやるしかないよね。そうですね。やらないと動かないもんね。うん。でももう怖いんだよ僕。これでいいかな。これちょっとセッティングするね。はい。あれ？もう全部入れました ?4 つ。ここじゃない。おお、光ってる光ってる光ってる。フランス国旗が今、きらめいたきらめいた。ここか。おお。このリモコンどうですかね、これ。このリモコンに ABCD ボタンあるんですよ。爆発はしないね。うん、A 押してみましょうか。
すごい。你好，我是中日的外华友山下智博。作为礼物，我准备了日本屌丝的海报，五张，五张，有我的签名，需要的人请写下面的评论，谢谢。还有 NYC 又开了线下道的我个人性游戏区，地址是 www.xd.com 网吧，谢谢。